八代の王、イエジョンが病気で休止してしまいますよね。で、当時、このイエジョンの息子は、チェアンデンで4歳でした。これを見ていた当時のイエジョンのお母さん、ジョンワンは、ジェアンデンにはどうしても後継者は無理だと判断しましたね。 소리대정희왕후와 토지 카신노나카대 도태모치카라오모 있다 한 명의 또 태우 쿠무 o t 시대 한 명의 노무에 한신이 매우 무게 때어 왕권의 안정이노 타메니 後継者順位3位だったジャウルサン君とハンシを結婚させて、このジャウルサン君を王にしますよね。この王が13歳の時、九代王として即位した孫浄ですよね。当時13歳だったので、先ほど言ったジョンイワングがジャソンデビューになり、約7年間代理政治をして、お母さんであったインスデビューがその補佐をすることで守られたんですよね。その その間、ジョはは王になるためのエリート教育を受けることになります。それによって、二十歳になったソン やっと一人前の王として成長しました。孫ン,ンは家臣たちにはとっても人気の王でした。えー、まず家臣の話をとっても尊重してくれる王でしたし、えー、そのおかげで朝鮮のシステムも完成しましたね。実際この孫ン,ンという名前はその国のシステムを作ったりとか安定させた王に与える名前なので、孫ン,ンにはまさにふさわしい名前でしたね。 結局名前からもわかるように家臣のみんなに尊敬される王だったことがわかりますよね。ただし、ある一方では自分の性質であるペビユン氏を死刑して結局十代を四三軍が狂ってしまって朝鮮に危機を与えるなど失策もなかったとは言えないでしょう。 今日はこの尊重の話をちょっと皆さんとやってみたいと思います。実際結構安定的な時期の王だったので、ドラマとかで主役になることはあんまりないので、皆さん尊重の情報よくわからないと思いますね。まあドラマ的には、王と日、王と私、因数デビ、ュー 逆続7日の王妃などでョンを見ることができますが、正直にそんなに活躍はないんですね。じゃあ一応ンジョンってどういった王だったのか今日紹介したいと思います。 じゃあ、朝鮮の憲法、京国手順というのがあります。い、경国手順は、実際四大王の世ン時代から計画はしていましたが、当時はいろんな反対によって失敗して、それが七大王の世壮の時に再実行して、 そして、九大王の孫宗の時にやっと完成できますよね。孫宗はこの京国大将を完成して朝鮮全体のシステムを構築したという功績でとても有名な王ですね。それと、孫宗のとても高く評価されているところの一つは、じゃあ、一旦まずこれから見ていきましょう。六大王の丹宗を殺して七大王になった聖女は、 そのやり方からわかるように、とってもカリスマの強い怖い王でしたね。で、それで結局、聖女の下では働けないと言って、逃げた家臣たちも行って、で、どこた家臣たちは強風に震えながら政治をしないといけなかったので、自分の声を出すことはできませんでした。 ところで、孫ン,ンは人材が大事と言って、先ほど逃げた家臣たちをまた城に呼び戻して、で、上限を求むなど、家臣たちを尊重するような、とても王にふさわしい態度を見せてくれたんですよね。なので、家臣たちに大人気でしたね。 で、さらに、尊重にはすごい記録がありますが、在位を26年ぐらいしましたが、会議を9229回やりました。これは26年を365日で計算しても、これは1日2、3回、休日なしでずっとやってたことですよね。ちなみにこの会議というのは、 家臣たちにとっては、王を勉強させる、王と討論するということで、家臣たちにとっても好ましいことだったので、さらに家臣たちとしては、尊敬せざるを得ない王だったということですよね。で、この僧侶がどれほど家臣たちの話を尊重したかというと、実際自分を守ってくれたインスーデビ、お母さんですよね。インスーデビと家臣たちがぶつかったことがあるんですよ。 えー、イン数デビア仏教が好きでしたが、儒教の国朝鮮では、まあそろそろ家臣たちは仏教は、 コリアの名残なので排除せねばと言っててインスデビがとても怒ってたことがありますよねでこの時にソンジョンは息子にもかかわらずまあ、朝鮮の王としての基本ができている人だったので住居マニアでしたねこの時にお母さんじゃなくて家臣の味方をしてくれて結局朝鮮から仏教がかなり弱まっていく原因を与えるんですよね で、それと、実際、성종は、四大王の世종が好きで、皆さんが知って いる今北朝鮮と韓国を合わせた領土は、世常大王の時に世常大王の軍事的な行為によって確立された領土なんですが、孫ン,ンはセジョン大王を尊敬していて、セジョン大王のように朝鮮の領土も広げたかったんですね。それで軍隊も派遣してから領土確保をしようとしたんですが、これは家臣たちによって止められたんですけれども、 つまり、青冗大をモデルにしてあ、強い国を作ろうとした王様ということがここでわかりますよね。 次は、宋庄の、まあ、いいどころか悪いどころか、現代の目線ではちょっと曖昧なんですけれども、宋庄のお母さんインスデビは、礼奮という本を書いて、男性は上というのを強調しましたね。そのお母さんの影響を受けていた宋庄は、先ほど言った京国手順で、女性は下というのを強く強調して書いていました。つまり、 朝鮮末期まで続いていた朝鮮の情勢の人権問題は、ジョンから始まったと思ってもいいんですよね。当時の朝鮮的にはとっても良かったかもしれませんけれども、今の目線から見てみると、あんまり喜ばないことですよね。 で、つまり、孫ン,ンは、情勢に対してとってもきつい人でしたけれども、先ほど言った朝鮮の憲法、ー国定ンには、またこういったのも書いていました。未亡人の再婚は罪、つまり未亡人は再婚したらいけないという話をして、当時、家臣たちはそこまでしなくてもっ反対してたらしいですけれども、孫ン,ンは強くこれを押し続けるんですよ。そして、側室の息子は、 差別するべきというルールも作って、さらに即室、未亡人の再婚した子供は官僚の進出禁止まで作ってしまうんですよね。つまりこれによって本郷党みたいな人が現れたりするんですよね。 実際最近の分析によると、一般の平民からは再婚とかあんまりしなかったし、側室とか置く余裕なかったので、実際これは尊重から家臣たちを牽制するための政策という分析もありますが、とにかく女性には厳しい人生を与えたのがこの尊重ですね。 そのせいか、ソンジョンは、女性の処分にもかなりきつい姿を見せるんですよね。自分の性質のペビユン氏を死刑して、当時最古の犠牲だったおうどんも、過信ほとんどの反対があったにもかかわらず、女性らしくないという理由で死刑してしまいますよね。 じゃあ、とにかくここまで見てみると、尊重という人は、朝鮮のシステムを構築して、過信たちに尊敬されるほど尊重してくれた人ということが分かりましたね。ただ、こういった尊重にもストレスはありました。尊重が領土を拡張しようとするときに、過信たちがいけないと言って反対した話、覚えてますかつまり、過信たちがですね、尊重があまりにも優しいから、いわば、調子に乗り 取るんですよつまり七大王の聖女の時に何も言えなかったそういったストレスを尊重に発散するようにお王うの扱いはするものの子供扱いするような態度をずっととるんですよね。 こういった事件がありました。ある日、ョンが、宮内の水路が壊れてたので、銅で水路を作り直せという命令を下すんですよ。それで、家臣たちは、道なんて贅沢ですと言ったんですよね。当時の僧侶は、木で作ったら腐るし、石で作る場合は、 制作費が逆にかかりますので、同にしたと説明したんですけれども、家臣たちはとにかく贅沢と言い続けるんですね。で、それで仕方なく石に変えました。そうしたら、他の反対勢力が工事費が高いです、贅沢と言って、また孫杏を非難するんですよね。で、孫杏は記録によると、またこの家臣たちにも申し訳ないと謝ったらしくて、つまり家臣たちがとってもうるさくなりましたね。 で、もごもごの以前の動画で話しましたが、ソンジョンは動物が大好きでしたね。大の趣味として動物が大好きな尊重でしたが、ラクダが欲しいと言った時に家臣たちが止めましたね。そして、日本からプレゼントでもらったお猿に服をあげると言った時に、それも止められましたね。そして、 ソンジョンは狩りが好きだったようなので、鷹とと仮にでも出ようかなといった時にも贅沢と言って非難されましたね。つまり、王の趣味生活まで家臣たちがうるさく口を出すことになりました。 なので、ンジョンはとてもかわいそうに、家臣の目を避けて、お城の裏でこっそりタカと狩りはできなくて飛ばしたりとかして遊んでたらしいんですよね。一国の王様なのにとても悲しい状況ですよね。また、こういった事件がありました。 あ皆さん、南北文ってご存知ですよね。あ十何年前も終えてたんですけれども、この南北文の真ん中には実際こういった文字があって、南北文の他の名前はスンレムンですね。正式にはこの名前なんですが、 こういった建物の名前が書いている部分を韓国語で현판ンンと言うんですが、この현판ンンというのは大体当時文字がとっても綺麗な人が書くのが当然で、ちなみにこの南デムに書いているこの文字は、セジョンの長男、ヤンョンデ軍が書いたと言われてますよね。 ソンジョンもこういったのを書いてたらしいですよ。記録を見てみると。なので、これを家臣たちに、これ書いてみたから書けたらどうだと言ったんですけど、家臣たちが褒めるどころか、大たるものが無益なことをとても贅沢ですねと言って、 えー、うるさく言ってたらしくてそれで記録が面白いんですが尊ン,ンは本当に切れて自分自ら自分が書いたこのヒョンパンをハンマで壊してたらしいですよねとてもストレスが溜まってたと思いますそして尊ン,ンの末期にはこういったこともありました、えー、民家で足が3つついている鶏が生まれたらしいんですけれども家臣たちはこれも尊ン,ンのせいだと言うんですよ こういった不吉な鶏が生まれたのは、おうが悪いからですと言って、も,もちろん、尊重これ聞いてから意味がわからないという表情をしたと思いますよね。そこでまた家臣が、ちょな、謝りなさいと言うんですよね。でそこで、 誰に謝ったらいいのか。で、これがなんで私が悪いのかって、ほんと記録に書いてるんですけれども、結構強く怒ってたらしいですね。で、王が怒ってたら家臣たちはそこで引いてもいいのに、むしろみんな反省しないんですかと言って王を責めてたらしいんですね。そこでもしかして、ョンとか四三軍だったら皆殺ししたと思いますが、このョンはここでもため息をして、 いいたらしいですよねどれぐらい優しい王だったんでしょうか、まあ、ここまで来たら優しさじゃないと思いますがじゃあここで皆さんまた面白いのは四三軍はお父さんのこういった姿をずっと見ていました家臣たちがあまりにも調子に乗っているのを四三軍はずっと見ていましたね四三軍はこれを全部覚えてたそうです じゃあ、話戻して、こういったストレスまみれの尊종に許された、唯一なストレス発散は、女性と遊ぶことでしたね。公式記録によりますと、夜は変装までして民間で女性遊びをしたと言われるぐらいですよね。考えてみたら、これも、家臣たちから避難されるようなことですが、なんで避難されなかったと言いますと、おそらく茶孫デビがこれは守ってくれたでしょう。 ジャソンデビは王族の子孫は大事という名分があったので、家臣たちはここまではうるさく言わなかったそうですね。孫憎は実際在位中、正室が3人で側室が9人いましたねで。その間で16男12女が生まれましたね。 で、尊重のもう一つの趣味がお酒が大好きだったんですよ。朝鮮はお酒にはとっても緩い文化だったので、王がお酒に酔うということは非難されることではなかったので、結構飲み会とかを開いたらしいんですが、その中での趣味が、お酒癖なんですが、不可にずーっと飲ませ続けたらしいですね。ある意味では尊重の復讐の時間じゃなかったんでしょうか。 で、こうやって結局無理な生活をしていたソンジョン結核と成人病によって38歳で早くも死去してしまいますよね。ただ、先ほど皆さんに紹介してますように、家臣たちはこういったソンジョンに不満が持てなかったんですよ。実際、朝鮮という国は家臣が強い国だったので、 なので、尊重が亡くなった後に、家臣たちは尊敬の意味を込めて、陰尊って呼んだらどうだと言いましたが、四三軍が尊重と言ったので、尊重と決まりましたね。実際、陰尊の方がとてもいい名前で、尊重はその下ぐらいなんですが、もう尊重もとてもいい名前だったので、尊重に決まりましたで。こうやって次の王になった四三軍。 呃、연産軍の場合は、家臣たちがお父さんに会ったこと全部覚えてましたね。なので、연産軍の記録には、こういった話もありますよ。ある日、연産軍が、雪が降るなぁと言って、これも世のせいかと言って、家臣たちにプレッシャーをかけたんですよね。つまり、尊重の時にあまりにも調子に乗った家臣たち、연産軍という強敵と出会ってしまいますよね。さあ、尊重の話に戻りまして、尊重は、 韓国のソウルの2号線にあるソンルンという駅にお墓があるんですよ。ただし、このお墓の中には、ソンジョンの遺体はないんですね。文録の駅に実際何者かに洞窟され、遺体は書出してしまったんですよね。こういった悲劇に対して、その時に仏教関係者たちは仏教の呪いだという話もしてたそうですよね。 じゃあ今日はここまでです。じゃあ次は先ほど皆さんに少しお話ししたおうどん。気仙の中でとても有名な人なんですが、日本にはあんまり知られてなさそうで、私が紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃこまわよ。여러분안녕、あんにょー。